おい、お、よ、おお、おお、じゃ久しぶりだな。おお、竹森。うん。タカヤン、久しぶりだ。お前、帰っとったお前。おお、帰っとった。言えよ、お前。言えよ。いや、仕事で、もうすぐそこ、たまたま、うん、帰ってきて。何年ぶりや？いやー、でも10年ぶりぐらいかなぁ。じいちゃん、ばあちゃん。いや、そうそう、じいちゃん、ばあちゃん、じいちゃん。今、じいちゃん、ばあちゃん、今、出かけとるって。今。今、出かけてる？うん。うん。だけど、何してんの、今。うん？今日休み。タカこそ、何しとん？いや、俺、仕事で帰ってきて、まあ、明日にはまた東京戻らんというか。あ、そう。うん。あ、そうなん。な、仕事休み今日。いや、仕事ってそんなん、仕事なんかない。え、仕事したん？うん。何しとん？何しとんって。いや、高海こそ何しとん？いや、お前何回も言ってんじゃん。俺、そこ仕事あって、うん。で、たまたま近かったから。仕事、何の仕事をしとん？いや、もう別に普通にサラリーマンよ、ほんとに。うん、サラリーマンして、そう、で、じいちゃんばあちゃん会おうと思って、今出かけてんのね、じゃあ。出かけてる。え、知ってる？じいちゃんばあちゃん。高海が来た。いや、もう、ちょっと、驚かせようと思って、まあ、何も言ってないわ。うん。あ、ほな。懐かしいな、なんかもう、お前。あ、ほな。何読んでんの、これ。コロコロコミックや。あ、コロコロコミック読んでるな。あ、ダメよ。え？コロコロコミック読めよ、お前。同い年やったよな。うん。うん。ほやえ同い年のいとこはここしかおらんかったもんな。うん。で、今年35。35よ。うん。高見はいや、もう35だよ。35やろ ?35 やろ ?35 よ。うん。コロコロ大きくなったマジで。いや、俺は、その、まあ、そうだな。まあ、ちょっと働いてるけど。何しとん何しとんって、だからもうサラリーマンしとるって。えぇ、まあ、これ、小学校の時から聞けたよな、これ。あ、そうよ。うん。え？その、新しく買った。いやいや、その時着とったんですよ。ずっと同じやつ着てたの、これ。あ、そうよ、そう。え、は？え？うん。で、仕事も、しとらんの、今。仕事はしとる。仕事みたいなことはしとる。まあ。仕事みたいなことって、その何しよんの、今。いや、だから、あれよ。近くのあの、ドッジボールクラブの、たまにコーチ頼まれて行っとるわ。あ、コーチやったの？そうそうそう。あ、そう。そう頼まれて行って、まあ、その日、1日500円もらえるかもらえないかって感じで。もらえるかもらえないか。うん。そう、もらえん日があんの。あるある。そう、出来次第だろ。その日の出来次第だろ、普通。練習の？うん、練習。練習の出来次第でもらえるかもらえないか決まんの。まあ、そして、佐々木さんのところ、おじさんがやってんだけど、そのクラブの。佐々木さんのおじさんが。そう、おじさんがやってんだけど、その日財布に小銭が入ってるか入っとらんかい。その日500円ぐらい入っとったらそれくれるけど、小銭入ってなかったら今日ごめんっつ。お小遣いみたいな感じでもらっとんのなんじゃ。ああ、まあまあ、そういう感じ。大体仕事そういうもんだよ。いや、仕事ってそういうもんじゃないよ。ちゃんと働いて、毎日働いて、お給料日にお給料もらうん。あ。ちょっと、高海、今何しとん？ほんと。いや、何しとん？何回言ったら分かるの？懐かしいわー。懐かしいなー。もうずっと、それ、じいちゃんばあちゃんち。うん。たまたま今日遊び来てたん。うん。あ、ちょ、え、行く？遊び行く？遊び行こうぜ。遊び。どこ行くの？まだ、天気いいし。どこ行くん？あ、公園でさ、あれ、キックベースやるか。いや、キックベースやんねえよ、お前、公園で。誰とやんだよ？二人やんの？いや、近所の小学生集めて。いや、やらねえよ、お前。近所の小学生とキックベースやんの？いや、やるだろ。え、あ、やったやる。やるだろ。うん。あ、じゃあ、キックベース、たかたか坊やとかもいい。たかたか坊や？うん。いろいろ坊やでもいいし。いろいろ坊や？うん。久々に聞いたな。え？ S 剣や。S 剣？ S 剣って久々に聞いたな。S 剣やろうや、S 剣。ちょっと待って、お前、やってんの今も。その、ずっと、たかたか坊やとか、近所の小学生と？いや、やってる。俺が全部仕切ってよ。俺の仕切りなしであいつら動けねえ、もう。いや、お前が無理やりやらせてんだろ、じゃあ。いや、無理やりじゃない、全然。俺に来るもん。インターホン押しに来る。え、インターホン押しに遊ぼうって。そう、来る。
俺も行くし。どういう生活してんの。うん、は、え、で行く行く、いやいや、いい、全然一声かけたらもう一瞬だけど、いい、行かない行かない、あ、それアホだから、うん、アホだからとか言うんだね。あ、じゃあアホだから、俺の一声ですぐ集まる、行くか。いや、お前 どういうこと、どういう存在なんお前は。え、じゃあ普段もう小学生の子たちと遊んで過ごしてるってことなのな、じゃあ。いや、小学生ばっかじゃねえわ。さすがに35になって。まあ、ああ、そうかそうか。うん、普通の友達もいるんだな。あ、いるよ。うん、その。当たり前だ。まあ、それはちょっと安心したけど、お前でもその、500円もらえるかもらえないかってさ、うん。それどうやって生活してんのお前。え、結婚はしてねえ。あ、結婚してないの。めんどくせえや。女とか。女とかめんどくせえや。あ、そうなの。はい。なかなかめんどくせえなと思って。あ、彼女はいたんだじゃん。うん、当たり前だ。いて、なんかその連絡来んのよ。連絡来て、連絡来るの、めんどくせえなと思って。ああ、それもう嫌になっちゃったんだな。そう、いや、嫌になったっていうか、もう、うん、俺、なんか、そういうのめんどくさいなぁ。女とかめんどくさいなぁ。で、ええー、まあ。ああ。いやぁ。でも、彼女できたら、なんか、変わると思うけどなぁ。こういう服とかも、なんか、もっとちゃんと。ああ、まあまあまあな。俺もな、この服が正直な。ああ。ああ、それ自覚あるんだ。ああ、この服は正直あんまりっていう。いや、自覚っていうか、うん。うん。どうせ、そこの、一番高い陛下、どっちがジャンプできるか、勝負して。いや、やらねえ、そんなこと。え？高い陛下、じゃあ飛び降りた方が、ガブチ怒るってこと。ん？いい。もうずっとなんか小学生の遊びしてんな。その高い陛下から飛び降りるとかさ。それあんま大人やんない方がいいぞ。その子供真似しちゃダメだから。ああ、うん、てか、まあ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 。って感じやん。うん、じゃあまだ実家暮らし。まあな。いや、まあなって、うん、出てく気ないだろ。そのいや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 、もうそろそろ仕事ちゃんとやった方がいいんじゃないか。まあこういう町だからな。ああ、だ、え、飯行くか。とりあえずお前怒るわ。食い払えてよ。いいよいいよ。いや、お前ないだろう。え、お金ないだろう。いや、あるよ。嘘つけよ。8000円ぐらい貯まってるわ、貯金。貯金8000円？うん。いやいや、それあるとは言えねえよ、お前。それ、いや、やっとで貯めた8000円だろ、それ。うわ、5年ぐらい貯めたかな。5年で8000円は。それ全部パーツ買うぜ、それ。それ貯まってるって言わないってない、それ。なあ。いい、いい、いいよ、いい。スタミナ太郎食うよ、スタミナ太郎。いや、スタミナ太郎行かねえよ、スタミナ太郎。なんでよ！まあ、スタミナ太郎でまだテンション上がんのかよ。いやいや、上がるだろ、だって。焼肉と寿司どっちも食べるんだから。いえ、そうだけどさ、そのなかなかいかないぞ。35で取りに行こうよ、あれ。いや、カルビ自分取りに行くスタイルだから。いや、そうだけど好きなだけ取れるから。でもお前8000円から俺におごったらお前だいぶなくなるぞ。スタミナタルス8000円かかんねえか。大丈夫。いや、かかんねえけどさ、一人1250円ぐらいや。いや、お前5年かけて8000円しか貯まってねえんだから、それ相当だぞ、お前にとっちゃ。うん、だからそれぐらいの価値あるよ、お前と飯行くのは。そういうことだろ。いい、じゃあ俺おごる、俺おごる。いや、いい、いい、いい、いや、いや、いや、悪いって。食い終わって、食い終わって、あ、あのソフトクリームあるじゃん、ソフトクリーム取りに行けるじゃん。 あれさ、闇の上で焼こう。ダメだって、それやっちゃ。なんで？ま、あれやっちゃダメだよ、お前大人だって分かるだろ、あれやっちゃダメなこと。いや、スタミナ太郎あれやってほしいだろ、店側も。やっちゃダメなんだよ、やってほしくないよ。やってくださいってことだろ、あれ。あれ小学生でもギリアウトだよ、やっちゃ。親が叱んなきゃダメなんだよ、あれ。ええー、そうだ。あー、そのまま来ちゃったんだね。え、どうする、マジで行くか。スタミナ太郎行くか。いや、スタミナ太郎はやめとこう。だからとりあえずお前のおごりはもう大丈夫だから。あー、今日俺バー行くか。うん、あのコウスケがあのバー出したって。コウスケいたじゃん、コウスケ。あー、あそのバーなんか今出したって言うから、バー行こうぜ。あー、はい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 、うん、そ
そう、行こうぜ。あ、なんか聞いたな。コウスケね。あ、コウスケ会ってる？あ、まあ街中で会うよ。たまに会って。あいつバー出したんでしょ？行こうよ、じゃあ。いや、俺今日バーやめとくわ。いや、そんな。ああ。別にお前スタミナだろう、行こうって言ってたやつが別に。バーぐらいいいだろう、うん。いや、バーはだるいだろ、なんか。バーだるい？ああ、俺、うん、今日、バーやめとくわ。だるい。バーとかよ。バー、行ったことない？バー。いや、あるわ。あるの？めっちゃ行ってたわ。めっちゃ行ってた？うん。めっちゃ行ってたけど、ある日もう、だれーと思って。あ、なんかあったんだ。いや、なんもねえよ。あ、なんもねえんだ。うん、ああ、そう。でもなんかバーってだれーやん。なんか、バー行くぞってなるやん。いや、そんなことで、だって、コウスケがやってる店なんだから、それは別にいいじゃん。そんなだるいことないだろ。いや、今日コウスケ連れてスタミナ太郎行った方がいいやろ。いや、コウスケ連れて、コウスケも行きたくねえよ、スタミナ太郎。いや、あいつめっちゃ好きだったよ、昔。いや、昔はな。うん。昔はみんな好きだよ、あれ。さすがに35になって、ちょっとスタミナ太郎はもう。あ、そう。やっぱ胃が受け付けないよ。ああ、そう。うん。まあ、じゃあ、ガスト行くか。ああ、だ、あの、ガスト。じゃあ、俺をおごるから。ああ、だ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 、どっちのけよ。いや、俺をおごるよ。うん。コロコロ置いてけ。あ、ちょ、ちょ。星のカービィめっちゃおもろい。星のカービィめっちゃおもろいじゃん。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。